Vivian Entertainment Production。 例えばお財布だったりとか、あのスイカだったりとか、こうやってしょったまんまね、あ、ここが、はい、しょったまんまね、取り出せる。そうそう、わかる？私映ってる？はい、映ってます。映ってます。はい、あ、ちょっと映ってない。ちょっと、ちょっとしょったまま財布とか、しょったまま、はい、しょったまま財布とかを取り出せるんですよ。そうです、ね、これは良くないですか。そうそうそう、スマホとかもいいし。ああ、いいですね。そうそう、締め忘れだけね。そうそうそう、確かに確かに、締め忘れを本当に気をつけていただければ、うん、ここね、鍵とかも入るし、うん、まあいいのではないでしょうか。防水ですか？あ、防水です。防水です。はい、撥水って言った方がいいかな。撥水ですね、はい、ジャブジャブ入れたらちょっとさすがに怖いですけど、まあ、でも雨とかだったら全然大丈夫。大丈夫です、うん、はい。どういう生地なんですかね。生地は、あ、でもね、本当に普通に普通のリュックの生地ですよ。そうですね、うん、本当なので防水です。こんな生地です。見えるかな。後ろがこんな感じでメッシュです。そうそう、後ろメッシュです。はい、はい、ですね。いい感じじゃないでしょうか。はい、今回はね、この3商品を3商品にしてみたのですが、どうでしょうか皆さん。どうでしょうか。でも結構あれですね、あのご意見を活発にいただけて良かったなと思いました。う、ね、うん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 、ありがとうございます。ありがたい、本当に。はい、まあ、今回いただいたその意見とか、うん、修正を反映したサンプルがまたちょっとお作りして、うん、はい、また次はもうほぼ完成の状態です。ああ、もう、はい、いよいよね、満を持しての完成ですよ。はい、次はちょっといいものの完成をお見せして。うん、でももうこれ十分完成って感じですけどね。 ありがとうございます。あの、発表は社長もご出演希望。え、どういうことですか。ああ、リクエストしましたよ。面白いですね。値段発表する係。値段発表する係。社長ってすごい面白くないですか。めっちゃシビアな感じ。全てを背負っていただいて、全てを背負っていただいて面白い。というわけでですね、今日もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。